総者版は、江戸幕府及び、藩の役職の一つである。城中における武家の礼式を管理する。具体的には大名、旗本が、将軍に配慮する際、あるいは在国の大名が、献上品を使者に持たせて、江戸城に派遣した場合に、その使命と献上品の内容を確認して将軍に、報告し、将軍が歌詞を行う際に、その伝達に当たった。さらに、 大名の天保などの重大な決定や、大名家の不幸に際して、上司として派遣されたり、徳川将軍家及び、御三屋の法要において、将軍が三列できない場合の第三を行うことも、あった。また、将軍の御前で元服を行う、大名、生死に、礼儀作法を教える役目もになった。幕府では、定員の定めは、特に内が20名から30名とされている。 通説では、慶長八年、足利天霊に詳しい、室町幕府方向集出身の本郷信富の任命を最初とするが、それ以前に求める遺説もある。後に、不代大名が就任する役職となり、多くの場合初人の役職となるため大名にとっては、出世の登竜門的な役職となっている。また、大名、旗本と将軍との連絡役となるため、 大目付、目付と並ぶ数様な役職でもあった。奏者番のうち四名は、自社奉行を兼任する以後、爪州からの登用が多く、江戸城内の爪席は、不要の間であった。元六四年には、畠山はじめ玄が大名でないのに登用されたが、これは、室町幕府官僚家の出事を、将軍家綱吉が尊んだことによる特例。 文久2年うるう8月、江戸幕府の文久の改革により、廃止されたが、翌年10月に復活している。初藩においても総者版、または、総者役を設置する藩が存在した。ただし、越後長岡藩のように、総者版から取り次ぎに役職名を解消した事例や、仙台藩のように、総者役を申し次ぎに解明した事例もある。戸田市時代の大垣藩の総社版は、 半主直轄で、人員は8から13人だったとする。ありがとうございます。